サラ・ポール・フリー、サラ・ポール・フリー、サラ・ポール・フリー、1912年9月18日から1996年2月27日は、アメリカ・マサチューセッツ州シ,シャロン出身の女子テニス選手。フルゲームは、サラ・ハモンド・ポール・フリー・フェイビーン・クック・ダンツヒ、サラ・ハモンド・ポール・フリー・ファビアン・クック・ダンジグという、1930年代から1940年代前半にかけて、 アメリカを代表する女子選手の一人として活動し、全米選手権で女子シングルス2勝、女子ダブルス9勝、混合ダブルス4勝を挙げた選手である。彼女はネットプレーに卓越した技術を持ち、女子テニスの試合を構成する寛容な要素としてのボレーの持ち方を示し、他の女子選手たちのプレイスタイルにも大きな影響を与えた。現役選手時代の彼女は、 テニス界で最も魅力的な選手と呼ばれ、映画界でアメリカの恋人と呼ばれたメアリー・ピック・フォードのような存在だったという国際テニス伝道評伝の冒頭文による。彼女は生涯に3度結婚したため、その都度名前が変わっている。最初は1934年にマーシャル・ファビアン、マーシャル・フェイビーンと結婚したが、 6年後の1940年に同じテニス選手のエルウッドクック、1914年から2004年と2度目の結婚をし、その間に全米選手権の女子シングルスで2勝を挙げた。そのクックとも間もなく離婚し、1951年にジェリーダンジグ、ジェリーダンチヒと3度目の決をしている。エルウッドクックとの結婚期間中に全米女子シングルス優勝があったことから、 テニス文献では、サラ・ポール・フリー・クック、サラ・ポール・フリー・クックの名前で紹介される品が高いが、日本語版の本記事では、旧姓のサラ・ポール・フリーの名前で記述する。サラ・ポール・フリーは、アメリカのレディ・テニスと呼ばれたヘーゼル・ホッチキス・ワイトマンの指導を受け、1927年から全米選手権に出場し始めた。すぐに彼女は、観客の人気者になり、 晴れやかな笑顔や試合後の優雅な態度などが注目されるようになった。1930年の全米選手権でベティナットール、イギリスと組んで女子ダブルス初優を果たす。1932年にフレッド・ペリーと組んで全米選手権の混合ダブルスに初優勝し、ヘレン・ジェイコブスと組んだ女子ダブルスと合わせて2部門を制覇した。1934年全仏選手権で フランスに初遠征し、ジェイコブスとのダブルスで準優勝したが、シングルスは3回戦で前年度優勝者のマーガレット、スクリブン、イギリスに敗れた。1934年全米選手権で、ポールフリーは初めて女子シングルス決勝に進出したが、当時のダブルスパートナーだったジェイコブスに1から6、4から6で敗れた。この時までは、サラ・ポールフリーの名前であったが、この後、 マーシャル・ファビアンと最初の結婚をした。1935年の全米選手権で、サラ・ファビアンは、女子シングルス、女子ダブルス、混合ダブルスの3部門で決勝に進出するが、シングルス決勝では2年連続で、ヘレン・ジェイコブスに敗れた。ファビアンは2年連続で、女子シングルス準優勝者になり、ジェイコブスは4連覇を達成した。女子ダブルスのパートナーは、ジェイコブスで、 混合ダブルスではエンリケ・マイヤー、スペインと組みだ。それから彼女はウィンブルドン選手権のダブルスに活躍の場を広げる。1936年ウィンブルドン選手権の混合ダブルスでファビアンはドンバッチとペアを組み、決勝で地元イギリスペアのフレッド・ペリードロシーラウンド組に敗れた。1936年全米選手権までファビアンは女子ダブルスで ジェイコブスとコンビを組んだが、全米選手権で女子ダブルス3連覇を逃し、この組み合わせを解消する。1937年から1940年まで、ファビアンはアリス・マーブルと組んで全米女子ダブルス4連覇を達成した。ファビアンとマーブルは、ウィンブルドン選手権でも1938年、1939年に女子ダブルス2連覇を達成した。 1938年ウィンブルドンでは2年ぶり2度目の混合ダブルス決勝進出もあり、パートナーはドイツのヘンナー・ヘンケルと組んだが、ドンバッチとマーブルの組に敗れている。1939年全仏選手権の混合ダブルスでサラ・ファビアンはエルウッド・クックとペアを組んで優勝した。これを契機に彼女はクックとの関係を深めていく。 1939年9月に勃発した第二次世界大戦の影響で全仏選手権とウィンブルドン選手権は開催中止となったが全米選手権だけは戦時中も続行された。1940年の全米選手権を最後にダブルスパートナーのマーブルがプロテニス選手に転向する。サラ・ポール・フリーはこの年にマーシャル・ファビアンと離婚し、クックと二度目の結婚をした。 再婚して、サラ・ポール・フリー・クックの名前になった後、彼女はようやく1941年の全米選手権で祝願の女子シングルス優勝を果たした。6年ぶり3度目の女子シングルス決勝で、ポール・フリー・クックは、ポーリー・イン・ベッツに7から5、6から2で解消した。15年の歳月を経てようやく夢を実現させた。彼女は優勝祝いとして、家族での飛行機旅行を楽しんだ。 その後彼女の妊娠が分かり、アメリカ海軍大佐として従軍した夫のエルウッドとの約束もあり、彼女はしばらく全米選手権から遠ざかった。終戦の年、1945年に、ポール・フリークックは全米選手権に戻り、再び、ポーリーン・ベッツと女子シングルス決勝を戦った。4年ぶり2度目の対戦で、ポール・フリークックはベッツを3から6、8から6、 6から4で振り切り、全米選手権の女子シングルスに正名を獲得した。ベッツは1941年から1946年まで6年連続の女子シングルス決勝に進み、そのうち4度優勝したが、1941年と1945年の2度の準優勝がどちらもポール・フリー・クックへの敗戦だったことから、対戦相手のことを彼女は私にとって、 トゲのような人でしたと回想している。1945年には、シンシナティ市で行われていた、トリステート選手権、トリ、ステートチャンピオンシップス。現在のシンシナティマスターズで、夫のエルウッドと共に、男子ダブルスにエントリーしたこともあり、夫妻は、男子ダブルス決勝まで勝ち進んだ。全米選手権女子シングルスで2勝目を挙げた後、彼女は1946年から、 プロテニス選手になった。この後、エルウッド・クックと離婚し、ニューヨークの実業家、ジェリー・ダンジグと3度目の結婚をした。選手生活から引退した後、彼女はビジネスの分野でも成功を収め、テニス関連の著絶活動にも携わった。1963年に国際テニス殿堂入り、1996年2月27日、 サラハモンドポールフリーファビアンクックダンジングはニューヨークで83年の生涯を終えた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。